今日の上野動物園。出てきたよ、ほら。
ラニーと同じ年の43歳で、まあ、今回もホームステイのプログラムに3日間プラスで3日間参加して、で今回自分にとっては最後のホームステイプログラムで、次は10日間コース受けることを目指して、ホテルです。センター内のホテルに泊まって、あれだけなんです、この保護センターに。もう通算13年で20回も行きました。もう本当ベテランですよ。でセンターの職員にそのあるの舞台の写真も見せました。で舞台見ると本当タイの像だって言って、ああ、そうなんじゃ、そう本当舞台見ると本当タイの像みたいですね、本当タイの像ですねってこと。そうですね、クリーンです。市原のゾッカイさんたちの、で先月9日にプライさんが帰国されて、あの太ってた、あの、はい、そうです。で今、市原今の 100% スリー出身のゾッカイだけです。もう帰ってこないです。もう15年長く働いてたし、ここなんですよね。向こうで新しい仕事をなんか見つけたみたいな。ちょっと今回の仕事はしないみたいな。あー、本当に。あ、コンビの方が近くに行くわ。プロだ。あ、そうだった。ちょっと水からだ。お詫び発見してたから。そう。12人しかいないって場所あるんで。来年の春で、もう来月8日以降には水際を変えたとか緩和して、とか考えるのか、特に日本に入国するときは結構いろいろなんか用意しないといけなくて手間がかかってるんですよ。あ、すごい水、あ、入っちゃった。ジャックオンってほら、これ食堂さん、ジャックオンって出てくるぞ、お父さんが。あれ、ほらほら出てきた。あ、すごいね。お尻で。どうもでして。ねえ、ないねえだった。あ、ほんと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 、まあ、あの、亡き父の仕事の関係で、アメリカに住んでたことがあって、こう見ても帰国子女。見えた？ほら。見えた？ほら。上がってきた。
見たい。いや、どうぞどうぞ見てください。いいね。あ、もう食べてるよ。可愛いね。お花で。これでゾウさんに餌あげたの。え、ゾウさんに餌あげたの。動物公園。動物公園。あ、うわ、かわいい。かわいい。かわいい。なんとも言えない。かわいいな。水なの？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 すごい、降りるの？降りるの？降りるの？はいはい、何でしょう？いいね、なんてね、はい、本当にお水飲むよ。可愛いね、これ。飲んだ飲んだ飲んだ。なんか飲んでないとか。私と上がりですか？赤ちゃんもせんの。かわいい。なんでだよ、これ。飲んでないの。飲んでないの。奥の方にキュッと入れてるんだよ、きっとね。あ、今大丈夫。あ、いい、大丈夫。これやっと飲む。全然大丈夫。かわいい、さ、降りれるの。降りれるやん。お母さんのお水を奪って。お母さんのお水を奪うんだ。本当。見えた？